この商品はペット用カメラ。ただ普通のカメラではありません。いろんな機能があります。スマホやパソコンでの遠隔操作、また映像はクラウドで保存、撮り続けて後で見返すことができます。決定的チャンスを逃さない。またペットを追随して撮ってくれます。ほら、カメラが動くのがわかるでしょうか。ペットの動きに合わせて撮ってくれるんです。形も可愛い。皆さんご機嫌いかがですか。ダンディ M チャンネルの M です。今回ご紹介するのはこちらの商品、スポットカムのペットカメラミーボ。ちなみに今遠隔操作なんかしていません。自分で判断して撮っています。設定すれば人の追跡もやってくれます。ほら、うちのペットが動いたんでカメラで追っています。水平では360度、垂直では90度、カメラの部分が動きます。スポットカムは台湾のブランドで、中国本土以外で自己研究開発を行う非常に少数のブランドの一つとのこと。また市場で唯一終身無料の24時間全天候クラウドレコーディングを提供するブランドであり、24時間循環録画が可能とのこと。そう、このミボには SD カードなんか入れるところはありません。撮った画像はクラウドで保存されます。無料の24時間循環録画、ただオプションで24時間以上録画の時間を延ばすことができます。しかもいろんな機能がついている。その点は画期的なんですが、私はそこで一つ不安になりました。クラウドで録画、しかも家の中を。カメラは固定ではなくて、さっきみたいに動いていろんなところを映していきます。風呂上がりの姿とか、人に見られたくないようなところが自動に撮影され、24時間、しかも外部のクラウドに保存されると。その点に関してはクラウドシステムは 100% 台湾で開発されており、クラウドホストは日本の Google データセンターを使用しており、日本国内のホストですとのこと。まあ心配であればカメラの位置なんかを考えて設置すればいいと思います。こちらが実際の映像。毎日の日課の夕方の散歩の時間。今のはカメラが動いた音。カメラが動いたら音は入ります。さて、うちの子散歩に行きたくてうずうずしています。いつも単なる散歩なのにおもちゃを持ってくる。散歩に行く前にあんな表情をしていたのか、そんなに行きたかったんかと、これを見て愛おしくなってしまいました。そして散歩から帰ってきて、いつものごとくおやつをあげます。今まで気づかなかったんですが、よだれが垂れまくっています。こんなに垂れてるとは知らなかった。そういう新しい発見きっとあるはずです。なかなかこの角度から見るって少ないですからね。だいたい人は上からペットを眺めています。視線が変わると新しい発見もある。これはパソコンから見ています。もちろんスマホを使ってアプリを使っての視聴も可能。動きや音を感知したときはこの下のバーに表示がされています。そしてこちらにサムネというんでしょうか、映像の画面が出ています。例えばこういうシーン、ペットに迫りくるお掃除ロボット。こちら画像は 2K、 結構くっきり映っています。さあ、くるくる、あらあら、残念、反応があまりありません。微動だにしない。
なんかもう慣れてるという感じ。オプションでバーチャルフェンスなんかを設置することができます。この赤い線を横切ったら音が鳴るみたいな設定。ただこれ人が横切っても音は鳴るので、使うところは限られてくるかなと思います。夜間の撮影もできます。今電気を消して真っ暗になりました。それでもこれだけ映ります。なぜペットの姿が映らないかというと、うちのペットはいつも奥さんの隣で寝てるからです。それでは同梱物を確認していきましょう。クラウド AI ペット用カメラ、改めて機能を確認すると、 2K 高解像度、水平360度および垂直90度のパンチチルト範囲、監視範囲が広がります。 Wi-Fi およびイーサーネット接続をサポート。胴体音声検出、スマホおよびメールに即時アラートを送信できます。ペット人体検出と追跡機能あり、地上で唯一24時間永久無料クラウドフルタイム循環録画、またオプションストレージプランで最大365日間録画が可能。まずこちらは説明書。説明書はいろんな言語で書かれてあります。もちろん日本語もあります。そしてこれが本体。もう袋に入っていても分かります。これは可愛い形をしている。ほらやっぱり可愛い形だった。ここにペリペリがありますね。こういうのを撮るときって気持ちいい。おいた、新品だからついてるペリペリ。 OK、このペリペリを取った瞬間、やっと自分のものになったという気がします。ペリペリは新品の証。このままで十分いいと思うんですが、せっかくここに鹿耳飾りがあるので、シールだ、つけてみたいと思います。これ単純にシールで貼り付けるみたいです。かわいいね。どういう位置で貼り付けるのか、それは自由です。こういうのもついていました。これおそらく尻尾みたいな形で絡みつけて設置するなんかもできるみたいです。これ磁石か。これをつけて磁力の力でつけることもできます。そして磁石の部分を外して、さっきの尻尾みたいなやつをつけて、つける場所はいろいろ考えられます。これで取り付けられると、壁に固定して取り付けも可能。ただこちら電源供給が必要になります。バッテリーなんかはついていません。まあ延長コードを使えばどこでも置くことができると思います。この鹿耳飾りどうしようか迷いましたが、せっかくなんでつけることにしました。ほら可愛さ倍増です。スマホにアプリを取り入れて設定は比較的簡単でした。ネット上で動かすことができます。またこの瞬間もクラウドに録画されています。自動的に映像が保存されます。スマホだけではなくパソコンからも見ることができるので、つまりどこに行ったって映像を見ることができます。ただ少し残念だった点もあります。こうやってペットを追ってくれるんですが、行き過ぎて壁を向いてしまうと壁ばかりを映すことになってしまいます。なのでたまに修正が必要。置き場所もいろいろ試してみてベストな位置を決める必要があると思います。この機能でクラウドで24時間自動で動画を保存してくれて、今現在 Amazon での金額は8900円、クラウド無料でこの金額、非常に安いと思います。またオプション設定もあり、これは継続的にかかってくる金額になりますが、ペット吠える検知とか
バーチャルフェンスとかペットビデオダイアリーなんかあったりします。最初お試し期間なんかもあるみたいなんで、それで確認して使うかどうか決めていけばいいと思います。この商品の詳細は概要欄の URL から確認してみてください。それでは今回はこの辺で、ごきげんよう。